3S-14 ユークスク、ロシア語、3-14は、ロシア連邦のキロバイト SM が設計し、モリンスフォームシステムズアガットが生産している、多目的、VLS である。3R-14 とされる場合もある。3S-14 は、水上艦向きに開発された、対艦、対地、対戦ミサイル発射機で、カリブルやオーニクスを運用するために開発された。 いくつかの形式があり、主に 3S-14E は、心臓船、3S-14 ポリエチレンは既存の艦船の近代化に向け設計されている。2017年11月、イズベスチアは、強い暴風雨でも、あらゆるタイプのミサイルを発射することができるユークスク M の開発を始めていることを発表した。ユークスク M は現在運用しているミサイルから、将来のミサイルを輸送。 発射できるよう設計されるという。専門家のドミトリー・ボールテッコフ氏は、核ミサイルはサイズが異なるため、ユークスクエムの内部備品は、軽量で短いミサイルや重くて長いミサイルを効率的に保持する必要があり、加えて、ミサイルと軍艦の FCS の間には単一の情報交換システムが必要で、それにはミサイルのユニバーサルスロットと、 電子システムの特別なアルゴリズムが必要だと述べた。ありがとうございます。